ちょうどお昼を過ぎたところです。12時5分ぐらいかな。札幌で働く人たちがお昼に出かけたり、お弁当持ってね歩いたりしてる人も多いんですが、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、札幌だからといってみんな毎日イクラとかサーモンとかカニとかそういうのを食べるわけじゃないんですね。カップラーメンを抱えてる人とか、なんか唐揚げ弁当的なお弁当をぶら下げてる人とかがいっぱいいるので、毎日イクラじゃないんだと思いました。カフェに行きます。札幌市2日目は朝から雨でした。午後には晴れるとの予報だったので、午前中はずっとこのたぬき工事というアーケード街を散策することに。このたぬき工事は始まりは明治6年とのことなので、およそ150年ほどの歴史がある北海道最古の商店街の一つです。全長約900メートル、7ブロックにまたがるおよそ200店舗が立ち並ぶ商店街です。アーケードが設置されたのは昭和33年、その後約2年をかけて今のように端から端まで全てに屋根が設置されました。たぬき工事の名前の由来は調べたんですが、5個ぐらい説があったので、ちょっと面倒くさいのでお手数ですが各自検索をしてみてください。雨が降ってたので、このたぬき工事っていうアーケード街をずっと歩いてました。そしたら傘いらないでしょ。北には札幌のテレビ塔です。空ね、明るくなってきました。ほら、日が差してきた。あー、よかったです。でね、ずっと端まで来たら、なんか知らない間に二条市場に出てきました。でここね、来たかったので二条市場覗いてみましょう。二条市場の起源は明治初期、石狩で獲れた魚を石狩川で運んでこの場所で売るようになったのが始まりとされています。その後辺り一帯が火事で焼失してしまいましたが、また魚を売る人たちが集まり始め、1900年を過ぎた頃には今のような市場の形が作られ、現在は約60店舗が営業をしているそうです。お腹が空いたので市場の中にあるお店に入ってお昼ご飯を食べたいと思います。午後3時頃なんですけど、午後からね晴れるって言ってたんですけど、ずっと雨でまだね降ってんですよね。地下に入る入り口があったんで入ってみたらちょっとびっくりしましたね。こんな地下街が長く、どのくらいなんだろう、1キロぐらいあるんじゃないですかね。これは知りませんでした。なのでまあせっかくなのでこの地下街も散策してみたいと思います。札幌の地下街むちゃくちゃ長くて広いです。まずは今歩いているのがすすきの駅から大通公園までをつなぐポールタウン。ポールタウンの終点から札幌テレビ塔まで伸びるのがオーロラタウン。曲がらずに札幌駅まで続くのが地下歩行空間、通称地下歩と大きく3つの通りから構成されているそうです。距離は南北に約 1.9 キロ、東西に 1.2 キロ、その他細かな通路等を全て合わせると約9キロにも及ぶそうです。地下街ずっと歩いてるんですけど、いろんな地下街がいっぱいつながってます。めちゃくちゃ広い。ここはなんだっけ、丸井今井、右手の方には三越とかがあって、でこの地下から直接入れるようになってます。地下はすごい人がいっぱいいます。宿に戻ってきました。今日はずっと雨だったんで、結局ね自転車一回も乗ってないですね。自転車に乗らない自転車旅、頑張るの作ります。
北海道、今日の天気は雲はね、若干あるんですけど、とてもね、いい天気です。本当秋晴れって感じ、気持ちのいい天気です。札幌滞在3日目はまたまた新鮮な魚が食べたいなと思ったので、札幌市内にあるもう一つの市場に行ってみることにしました。大通公園から屋上、この辺りは左手に北海道県警、右手には北海道庁などが並ぶ官庁街です。そこを抜けて進路を西へ、左手に北海道大学の植物園の広大な緑が広がります。そういえば札幌の街というのは道路が5番の目のように通っていて、交差点の名前も北9、西17のように方角と数字で表されています。最初に目にした時はなんだか味気ないなと思いましたが、法則が分かって慣れてくるとなかなか便利なものだなと思いました。京都とかニューヨークも5番の目のような街の作りになっていますよね。札幌の中心部から自転車で約15分、だいぶ郊外感が出てきましたが、もうすぐ市場の目の前というところまでやってきました。札幌の中心地から北の方にある札幌市中央卸売市場に向かってます。でもうね、間もなくなので、あ、この辺ですね。カーブを曲がるともう市場みたいです。ちょっとね、行ってみましょう。はま寿司とか回転寿司もあります。こういう回転寿司もね、美味しいんでしょうね、札幌はね。あ、もうなんか市場の感じが、あー、カニとか書いてある。あー、市場だ。ちょっとね、じゃあ自転車止めてここ歩きましょうか。ありがとうございます。すごい、見てこれ、カニサーモンにサーモンを2枚サンマにしてもらいました。そしてエビ、イクラ、カニ汁にとろろ昆布のすまし汁に漬物か、あ、カツノコだこれ、松前漬けみたいな感じで、わさび、中央市場で美味しい魚とコーヒーを飲んだ後、スーパーに立ち寄って今日の夕食の材料を買いました。ここでも新鮮な魚介類が破格の値段で売られていました。どんな献立にしたのかは後でお見せしますので、もうちょっと待っていてください。スーパーを出ると辺りはすでに薄暗くなっていました。太陽が沈んでいくに従って街の明かりがポツポツと灯っていく様子はとてもロマンチックで懐かしい情景でした。ここから宿までだんだんと夜の装いに変わっていく札幌の風景をどうぞご覧ください。
今日訪れた場所、皆さんはどんな思い出がありますか？ぜひコメント欄で聞かせてください。動画が面白かったらいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。